は中膨れのピンズの4556と6万のくっつきを狙うのを6万切って45568というね不自由な形にしてまで一気通貫の目を残して9ピンをくっつけて C ピンで上がるってね、ほんと芸術ですよね。あ、美しい上がりですよね、美しい上がりで、いやもういいもの見たなっていうね、こう終わった後もしばらくなんか嬉しくなるような上がりでしたね、はい、ただまた久里の手にチャンスが来ております。親番は久里畳みかける、ただ竹沢の手もいいですね。そんなに手って入るもんなんですかね。あ、でもこの二人にはまた入っています。こちらが久里、ドラの難が統一で、もう当然仕掛けていきますよね、はい、まあ、ただ久里が今持っていった白をね吐く、はい、ポンですからね滝沢は。そうですね、泣けますね。ただどの辺まで吐くが出ないのかっていうね、こちらですね、これしばらく出ないかもしれませんね。マンズに多分行くと思うんでね。あ、となるとピンズが先に、あ、初の統一になりました。入ってきましたね。どうしましょうか。さあ、またあんこあんこで。こちらは園田。ペンちゃんを外すのか、孤立牌を切るのかという選択でしたね。カンパーマン入りました。そして白が出る。これを滝沢がポン。どうするんだろう。スースー切るのかな。チューンは残しますね。滝沢ですから、先ほどパーピンを残した滝沢は、あれちょっとひねって、チューン切って初を誘導させるっていう打ち方もあるんですけどね、はい、あのチューン見せちゃえば大三元がないし小三元もないんで、あ、こんなに早く重なるとは。チューンは一枚切れですね。まだいます。あ、リアソポンするのかな。ヒサトは染めに行く。でも面前でイーシャンテンですね。リアソポンするのかな。ソロだから出そうだけど、リアソポンすると大三元はなくなります。だけど倍満ですからね。ですね。このリアソ、あ、だってラス引かなければいいっていう方針でしたもんね。そうかそうかそうか、土田さんおっしゃってました。じゃあポンしますね。まだ出ません。いやでも役満もちょっと見てみたい。本当チュンでもあんこになった暁には、あ、ここで茅森が天敗です。3期でリーチ。この初は滝沢の手に2枚。冷静でしたね。よく初探検しましたね。切れない。初切ってリーチしたら大変なことになってた、本当ですよ。押してます、押してます。数ピン、あんこかぶりの、これでリアンソー出ませんからね。そうですね、リアンソーリーチには取っていない牌です。そして初は山に残り1枚。え、あー、引いてきた、引いてきた。大変な事態が、大変な、大変。あ、現物だ。え、嘘。あー、3万2000。なんともクールな3万2000の発生、はい、この終盤で出ました。EX 風林火団滝沢和則選手、大三元3万2000点の上がりです。